生を豊かにするニュースチャンネル。ということでね、今回も動画の方出していこうと思います。いつもご覧になっていただいている皆様、おかえりなさい。そして新しくご覧になっていただいている皆様、ようこそいらっしゃいますということでね、今回も動画の方出していこうと思いますけどもね、今回の内容はですね、アップルですね。アップルの誰かと言いますと、スティーブ・ジョブズですね。まあ、癌で亡くなって10年ということで、まあ、ある意味節目ということで、今回このニュースを扱っていこうかなと。特集という形で扱っていこうと思いますね。やはりまあ、IT 業界ですね。やっぱコンピューターを担ってきた、といえばアップルと。まあ、Windows のね、ビル・ゲイツと、まあ、スティーブ・ジョブズの名前っていうのはね、まあ、上がると思いますけども、まあ、その方が亡くなって10年。いやー本当にね、惜しい人を亡くしたと思いますよね。まあ、膵臓癌で亡くなって2011年10月5日ですね。ちょうど今日10月5日ですけども、まあ、10月5日に亡くなったんですね。で、まあ、本当にね、プレゼンテーションが上手くてね、本当に、やっぱね、発表会場がやっぱこう、劇場みたいになっていたというふうに言われたりもしますよね。まあ、もちろん製品紹介っていう目的もあるんだけども、ただ目的以上にですね、まあ、ある意味ではエンターテインメントのようにですね、非常に工夫されて、まあ、普通ね、商品発表って言うと商品出るまで退屈だよねって思うかもしれませんけども、まあ、彼のね、発表会はだいぶ洗練されていてね、より、見ててもエンターテインメントのようにね、面白みがあったよ、というふうに、いろいろ工夫されていたというふうに言われてますよね。で、まあ、本当にですね、今、ティム・クックさんが、今ね、CEO をやられていますけども、やっぱアップルもですね、毎回、ティム・クックさんが、最高経営責任者ね、CEO が、製品発表をする際はですね、やはり、まあ、失望の声というか、アップルにはもう革新性がないとかね、スティーブ・ジョブズは箱の中で嘆いているなど、幻滅を語る類の投稿が目立つということ。これは AFPBB ニュースというところが出している記事ですけどね。いやー、まあ、から引用させてもらってますけども、いやー、本当に、ねえ、まあ、クックさんは、発表会のたびに、スマートフォンやタブレットのカメラやチップのわずかな変更点でもかつての、ジョブズ氏のような大げさな言い回しで披露すると、まあ、ある意味ですね、まあ、より演じているというか、まあ、スティーブ・ジョブズっぽさをね、出したいところがあるのかなと思いますけど、やっぱりね、もちろん素晴らしい人だと思うし、優秀だと思いますよ、実務的にはね。まあ、優秀だと思うんですけども、すいませんね。優秀だとは思うんですけども、やっぱりそれはですね、やっぱ、企業を運営する上では大事なのかもしれないけど、やっぱり、会社にやっぱね、スティーブ・ジョブズっていう、まあ、こう、発明家というかですね、革新的な、イノベーションを、口に髪の毛が入ってしまう。すいませんね。まあ、そういう形でですね、イノベーションを起こしていけるような、やっぱこう、まあ、人がいなくなってしまうということでですね、もちろんアップルっていうのは、ね、今もどんどんね、こう、広がっていって、大きくなっていき続けてるんですけども、まあ、新しいね、製品が出せているかと言われると、やっぱね、まあ、確かにカメラの数が増えたりとかしてますけども、まあ、スティーブ・ジョブズの頃のね、まあ、iPhone の登場とかね、iPod の登場とか、そういう、まあ、ある意味ね、すごいゲームチェンジャーみたいな、すごいね、世の中を変えてくれるような、本当そういうものっていうのはなかなか出づらくなってる。やっぱ iPhone が続いてるしね。まあ、そこからね、まあ、抜け出せてないというところはありますよね。やっぱそれはまあ皆さん感じてるところではないのかなと思いますし、やっぱこう、まあ、Apple を好きな人もいるしね、やっぱ、まあ、やっぱ信者というふうに言われてしまうしね、やっぱこう、なかなか普通の人はもう買い替えてる人ってあんまりないじゃないですか。それぐらいまああんまり機能的にはね、まあどの iPhone もまあほとんど変わらないか言いませんけども、画質は良くなってるかもしれませんけども、まあエクスペリエンスというか体験としてはですね、そんなに変わってないんじゃないかというふうなわけですよね。まあどうなんでしょうかね。今後、まあ本当に Apple にそういう人が出れば、第2のスティーブ・ジョブズみたいなのが出ればですね、また変わってくるのかもしれませんけど、なかなかそれはね、まあ難しいんでしょうね。やっぱ特にその創業者の人がよっぽど優秀だとね、まあこの記事ではですね、まあ、アップルでは、やっぱ市場に革命を起こすような製品を生み出す能力を失ってしまったというふうに、アメリカハイテク関連調査会社のエンダールグループのアナリスト、ロブ・レンダール氏が言うと。まあ、アップルは、まさにこれはね、
あの、なんて言うでしょうね、まといという意見だと思いますが、アップルは忠実なユーザーからお金を巻き上げることに長けている、財務実績にフォーカスした企業になってしまったと批判していると。まあね、そうですよね、やっぱね、まあアプリ作るのにも、すごい、ね、金取ったりとか、やっぱね、収益性はすごいいいと思うんです、アップルって。すごい儲かってる会社。だからまあ、儲かってるっていう会社がね、まあ、成功なのかっていうのは、まあ、いろいろ意見はあると思いますけども、まあ、ある意味では成功してる方だと思うんですけども、ただね、やっぱ昔のように、まあ、消費者に夢を与えながら、こう、お金を取っていくみたいな、そういうね、まあ、お客さんも嬉しいし、売ってる側も嬉しいみたいな、そういうなんか、ものがね、失われてしまって、ただの、まあ、普通の会社になってしまったんだろうなってことですよね。まあ、儲けることは悪いことじゃないんですけどね。やっぱ、その、スティーブ・ジョブズの時代のようなね、やっぱ、そのアップルの良さっていうのは失われてしまったんだよね、ということを言ってるわけですね。はい。で、1976年にジョブズ氏の自宅のガレージで創業して以来、アップルは様々な製品を生み出し、何億人の人に生活に影響を与えてきたということです。本当にね、アップルって本当の、どこに行っても大体ありますからね。すごいですよね。影響力といえばね。アップルは音楽、決済、動画、ゲームといったサービスをデバイスに巧みに組み込むことで間違いなく多様化を遂げてきた。そうですね。特にやっぱ、iTunes とかね。やっぱこういうデジタルの音楽というのを広めてきたのはやっぱ iPod とかね、Apple の影響は大きかったんじゃないかなと僕は思ってますね。やっぱこう CD っていうのが存在価値っていうのはだいぶ低下しましたよね。よっぽどデータとしての音楽っていう方がやっぱね、やっぱ移動するっていうかこう、入手するのもどこにいてもアルバムショップに行かなくてもですね、音楽が手に入るというのはこういうまあ、聞きたい時に聞きたい音楽を手に入れられることができるというね、時代になったというのはやっぱこう Apple の貢献だと思うし、まあそういう意味ではね、いや本当に今までね、まあ、スティーブ・ジョブズの存在っていうのは大きかったんでしょうね。僕はそう思いますね。でアップルの時価総額は今後、6、9ヶ月で3兆ドル、3兆ドルって333兆円ですから、まあ、これはもう日本の国家予算を超えてますよね。すごいですよね。もう、まあまあ、ただね、いろいろ批判される一方で、最近ではですね、まあ、希望的な観測も出ておりまして、まあ、アップルといえば最近、M1 チップっていうね、新しい、やっぱ今までね、パソコンって言いますと、やっぱ、インテルですね。インテルの作ってるね、コアとかね、コアとかそういう、まあ、ものがね、どんな製品であっても使われることが多かったんですけども、だんだん、まあ、アップルっていうのは独自、すべて自分のもので用意しようというような、動きになってますよね。ということで、その一環として、最近ね、M1 チップってすんごいね、高性能なパソコンがね、M1 チップ搭載のパソコンって結構、素晴らしいっていうふうに言われてますけども、いやー、まあ、インテルに代わってね、今後成長していくということで、まあ、今までこう、インテルに金払ってね、使ってたっていうのがなくなることで、よりね、こう、収益性も高まっていくということで、まあ、相変わらずやっぱ収益性の高い企業という側面しかないのかもしれませんけど、やっぱね、こう、この辺は、ティム・クックさんがですね、受け継いでから、やっぱ、進歩したとこなのかなと思い、まあ、もちろん、いや、もう本当に、素晴らしい人だと思いますよ、ティム・クックさんもね。ただ、スティーブ・ジョブズに比べると、まあ、イノベーションに関する、こう、能力がなかっただけで、まあ、実務的にこうね、経営していく上で、本当にアップルっていうのは、どんどん、こう、右肩上がりで上がってるってわけで、まあ、後継者として本当に素晴らしい人だと思いますけどね。ただ、やっぱまあ、スティーブ・ジョブズの方が、まあ、よりうまくね、こう、アップルを回したと。ということなんじゃないかなと。この方はですね、アナリストのダン・アイブスさんは、まあ、将来的にはね、アップルカーですね、アップルカーとか、まあ、いろいろ仮想現実、VR ヘッドセットなど、まあ、そういうのを始めていこうというふうにしてるんじゃないかと。まあ、ただ、相変わらずですね、この数年はですね、iPhone がアップルの主流なブランドになるんじゃないかというふうに言ってますね。まあ、まあね、過去と比較し、批判を口に、まあやっぱね、こう、アップル、昔は良かった、まあこういうのは、まあね、昔おじさんでも、昭和のおじさんでもいますよね。昭和の時代は良かったとか、戦前は良かったとか、まあそういうふうに言う人いますけども、まあ、昔もいいんだけど、今はどうなのってことですよね。
あのやっぱ今の良さっていうのがなかなか見えてないところもあると思うんでね、ぜひともね、まあ批判するのもいいんだけども、今どう進んでるのかっていうのもね、ぜひとも見ていきたいなと思いますよね。やっぱこうクックさんとそのチームがね、本当に今やってきたってことはね、本当に素晴らしいことだと思うしね、いや本当尊敬に値すること、まあ僕が言うことじゃないかもしれないけども、そういうふうに思いますね。まあまあ、さらにね、まあ、スティーブ・ジョブズの今まで築いてきたものをさらに盤石にしてきたっていうのが、今のね、あの CEO のティム・クックさんがやってこられたね、業績なんじゃないかと思って、本当に素晴らしい方だと。まあ、今、ゲイであることをね、告白されたりとかしてましたけども、本当に、まあ、先進的な人ですよね。はい。素晴らしい人だなと思いますし、実はクックさんの方が優秀だったんじゃないかなっていう、こういう分析もありますけど、まあそうなんだろうなと思いますね。ただまあ変だったからこそスティーブ・ジョブズがやっぱこうちょっと変わってる人だったからこそ、まあ、新しいものを生み出したと、まあ、これは難しいですね。会社っていうのはなかなかねこう同じようには成長できないんでね、難しいですよね。なかなか最初の創業者が素晴らしいとね、その後についていくっていうのがだんだん崩れちゃったりして、これはまあソニーとかもね、昔は本当に素晴らしいものを作ったの、最近だとやっぱこうエンターテインメントコンテンツにシフトしてしまって、まあなかなかこう人が喜ぶような製品っていうのが作れてないというのは現状ありますよね。あんまりソニーのその製品でなんか素晴らしいなんていうのは最近聞きませんからね。まあアップルに比べればね、やっぱそういうのが難しいんですけどね。もちろんこういう儲かる企業っていうのは成功の基準っていうこともできるだろうし、より消費者が満足するのが成功した企業なのかっていうのもよくわからないですけども、ただまあまあわかんないですけどね。まあそのまあそれぞれ、まあまあね、何が成功した会社かなんて、まあそんなものは決まってないんでね、その時代その時代でまあ見ていけばいいのかなと思いますけどね。まあどうなんでしょうか。はい、そんなところでね、今回アップルについて扱ってまいりました。まあ本当に今後のアップルから目が離せませんね。今度またiPhone、13でしたっけ、12の次は13ということで、発売されましたけどね、まあ今後見ていきたいなと思いますけども、はい、まあそのところで終わろうと思いますけどね。いや今後のアップルの成長から目が離せないというところで終わろうと思います。以上です。